トーマス・チャールズ・ラ・ソーダはアメリカ合衆国ペンシルベニア州のリスタウン出身のプロ野球選手、監督。1956年1944年にフィラデルフィア・フィリーズに入団。1949年にブルックリン・ドジャースに移籍。1954年にメジャーデビュー。翌シーズンもドジャースでプレーするが、1956年にはカンザスシティアスレチックスでプレー。 メジャーでは、この3シーズンしかプレーしておらず、通算成績は0勝4敗、防御率6.48と全く振るわなかった。その後は1960年まで、マイナーチームでプレーして、同年に現役を退く。現役時代、ラソーダが他の選手の相談によく乗っていたのを見ていたドジャースのフロントの計らいもあり、翌年より年まで、 ドジャースのスカウトとして活動、そして1966年、参加のオグデン・ドジャースの監督に就任して1968年までの3シーズンで優勝する手腕を発揮した。翌1969年に当時ドジャース参加のスポケーン・インディアンス監督に就任、1971年まで指揮を取った。1972年は、 アルバカーキ・デュークス監督として1シーズンの未指揮を取り、同年のウィンターリーグでもティグレス・デルリセーの指揮を取り、デュークス・ティグレスいずれもリーグ優勝に導いている。1973年、ロサンゼルス・ドジャースの三塁コーチに就任。当時の監督、ウォルター・オルストンの下で指導を行いつつも、オルストン欠場時は代行で指揮を取ったこともある。1976年9月、 オルストンの監督退任を受けて、ドジャース監督に就任。オマリー家の家族経営の影響もあり、他のチームが頻繁に監督のすげ替えを行う中、1996年シーズン途中の7月29日に、健康上の不安を理由に自ら退任。優退するまで20年にもわたって、ドジャースの監督を務めた。監督として、格好たる地位を築いていったらそうだには、 常に他球団への遺跡の噂が絶えなかった。ある日、新聞記者がその件について、ラソーダに直撃取材したところ、私の体にはドジャーブルーの血が流れてるんだという言葉で遺跡の噂を一周したのは有名である。とかく、マイナーリーグでは自分が上のリーグでプレーしたいことからスタンドプレーに走りがちになり、 またメジャーリーグでも優勝が絶望的になると契約上のインセンティブを狙いに個人プレーが目立つようになるが、ラソーダはそのような時に背中の名前のためにプレーするのではなく胸の名前のためにプレーしろとさとした。監督としての通算成績は1599勝を1439敗。地区優勝8回、リーグ優勝4回、ワールドシリーズ優勝2回。 ラソーダの背番号2、ロサンゼルスドジャースの永久決番に1997年指定。優退した翌1997年にアメリカ野球殿堂入りし、これを記念して、同年8月15日にラソーダのドジャース監督時の背番号2はドジャースの永久決番に指定された。2006年にはカナダ野球殿堂入りの栄誉を受けた。監督退任後も、 アドバイザーとして現場に立つらそうだ1998年にはドジャースの副社長に2005年には同球団の名誉顧問に就任した。なお2000年のシドニーオリンピックではマイナーリーグの選手中心で編成された野球アメリカ合衆国代表チームの監督を当時72歳という高齢ながら引き受けチームを金メダルへ導いている。2005年 アメリカのプロフェッショナルベースボールスカウト基金は20世紀最高の監督にラソーダを選出と同時に2006年以降トミーラソーダ賞を創設し各年の最高の監督に対して同賞を贈ることを決定した2017年3月22日の第4回ワールドベースボールクラシック準決勝の日本対アメリカ合衆国戦で野茂秀夫と共に 死球式に登場した。2020年11月に、心臓の疾患で入院し集中治療を受けていたが、年明けに退院した。しかし2021年1月7日、自宅で突然の心肺停止に見舞われ、病院に搬送直後に亡くなったことをドジャースが発表した。93歳ボーツ。なお、ラソーダは、ドジャース永久欠番選手の中で最も長く生きた。 人物であった。1995年に日本の球団との契約がこじれて、メジャーリーグに挑戦してきた、野茂秀夫と契約して、野茂を頻繁に登板させた監督として、日本でも非常に有名になり、またラソーダも、その後幾度となく来日し日本製品の CM に出演するほどの新日課となった。長島茂行と星野千日は、私の兄弟、野茂秀夫は、 私の年の離れた息子とも合語している。2001年には近鉄のスペシャルアドバイザーとなり、ドジャースのマイナー選手などを次々に日本に送り込み2001年の近鉄優勝に貢献した。2006ワールドベースボールクラシックではアジア地区における親善大使を引き受け、一次リーグでは始球式も行っている。2008年には長年にわたる日米の野球交流の 功績から朝日賞受賞が贈られた。上述の背中の名前のためにプレーするのではなく、胸の名前のためにプレーしろという言葉は技術指導のために来日した際、近鉄の選手にも投げかけている。ありがとうございます。